バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターのヨーコです。今夜のバニラスカイ、後ほど誰かゲストに出てくれるんじゃないかなと思っておりますが、皆様最後まで今夜もヨーコとイチャイチャお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。今夜はですね、もうね、今年もね、あさってからお盆が始まるなと。夏もね、終盤ですね。日本人が、特にね、日本人このね時期、この時期じゃないな、ごめんなさい、日本語はね難しいよね。世界平和をね、世界平和をね、みんなでね毎日願っていますよね。苦しいですよね。だからこそね、このお盆の時期になると忘れちゃいけない、そして身近に起こっていることを他人事にはしちゃいけないってね思います、思われますよね。今夜はですね、平和を願ってお聞きいただきたいと思います。ヨーコでサイ。お聴きいただきました曲はヨーコでサイでした。ヨーコはですね、ちょっとインフォメーションが続きますが、皆さん告知させてください。8月13日土曜日、鹿児島県の坊津で行われます岬祭りにて、岬祭りはね夜6時30分からスタートしていますが、ヨーコはアコースティックライブ8時15分から花火が上がる直前の21時ね、夜9時まで45分間アコースティックライブをしております。でね、ギターは石井さん、ピアノは北園真由美さんというね3人でね音時間発信させていただきますので、今回ねちょっとね面白いですよ。いや、いつも面白くないみたいな感じでございますけれども、ちょっとねあのメドレーの曲を作ってみたりね、そして坊津岬にねちなんだ歌、坊津はるかというね曲がございます。そちらもカバーさせていただくんですけれども、その時ラジオをお聞きの皆さんだけが知ってる情報です。シノンがね、うちの娘のシノンが笛でね演奏されているパートがありましたので、演奏するって言ったらしたいっていうことだったので、フルートで参戦してくれます。坊津はるかはギター石、ピアノ北園真由美、そしてフルートシノン、この3人のね愛情あふれるサポートを受けながら、ヨーコは歌いたいと思います。ぜひそちらも楽しみにいらしてくださいね。お待ちしています。
そして8月20日鹿児島市では一番大きな花火大会、鹿児島県で一番大きな花火大会が開催されるサマーナイト花火大会の日、陽子は吉田町ね、鹿児島市から近いんですよ、吉田町の総合グラウンドで開催されている夏祭りにて6時40分から歌わせていただきます。そしてその後21時より鹿児島天文館の銀座通りのジャガジャガ祭りにて、サマーナイトが終わった、花火大会が終わった頃から21時からね、陽子は歌わせていただきます。ぜひ大事な方とねイチャイチャされている花火大会、陽子にもどこかで会いに来ていただけたら嬉しいです。お待ちしてます。ではでは今夜は、そうね、予習ね、夏といえばこの曲でみんなでタオルをフリフリして、タオルをフリフリしてね盛り上がってきました。ではお聴きください。予習ですよ、陽子で Love。いただきました曲は陽子でラブでした。もうさ、この曲を歌うときにさ、子供たちが夏ってこうしてなんなんだよって思ってくれたらいいなみたいなこと思ってましたけれども、陽子もそういう年ではございませんけれどもねとはいえね、まだうちには赤ちゃんがいますからね、10年後ぐらいにこの曲をね2番目の娘に歌ってね、そうそう夏ってこうしてなんなんだよみたいなことをね、45歳の陽子をしたいなとちょっと思っておりますけれどもね。最近ね、陽子歌詞がねいろいろ出てくるんです。でね、今までの曲でねラブソングいっぱいね届けておりますが、この曲を英語の歌詞にして歌ったら世界平和をね願う陽子の気持ちが届くかなと思って今ちょっとね試案中ですので、そしてもうどの曲がね英語バージョンになって陽子が歌うことになるのかなとかね、ちょっと楽しみにねお待ちいただけたら嬉しいです。そして初のカバーアルバムスターズ
皆様ご支援くださりありがとうございました。改めても感謝申し上げます。今ね楽曲がね申請が通った楽曲とかいろいろとね準備が進んでおりますのでね、11月リリース予定でございます。皆様のお手元になるはやでお届けできるように頑張っておりますので、チームようこ頑張りますんで引き続き応援よろしくお願いいたします。ただいまの時間は、予約販売となっておりますので、そちらもねぜひご予約ご希望の方は yokoyoukojapan.com 公式ホームページ宛てにご予約メッセージお待ちいたしております。ようこはですね最近すごく思うことがあるんです。私皆様応援してくださる皆様も含めてね、音楽仲間ですよ、ファミリーだなと。支えてくださる皆様のおかげでね、今日もねようこは歌うことができています。本当に感謝なんです。でねファミリーってね言葉ありましたけれども、応援してくださる方々もそうですし、支えてくださるミュージシャン仲間もね、いつの頃からかもう本当家族だなって。でね素晴らしい先輩方ばっかりなんですけれどもね、そう、その背中を見ながらねこうなりたいああなりたいと思っていて、で最近はねお仕事いただく時とかもそういう先輩方とこういう風にしたいね、ああいう風にしたいねとか、まあ例えばそのお客様に対するなんていうのかな、音時間をねどういう風に配信したいねっていうこともそうなんですけれども、練習のこととかももちろんなんですけれども、本番がねどこで歌いたいねとか、こういうイベント呼んでもらえたらいいねみたいなさ、そういうねこうなんていう の, お仕事の楽しみもね話せるようになってきました。もう私もちょっと大人になったからかもしれませんけれどもね、昔はね一つ一つの本番を楽しむどころかもう精一杯だったんですけれど も, もう最近はねもうあこういうこと言っちゃったけどまあいいか、だってこの時だけだしとかね、そういろんな特別感もね自分の中でね見つけることもでき始めました。そうね、なのでねこう大事な皆様とねファミリーとね遊ぶ楽しむ音時間のためには自分の余裕って本当に大事だなってねこう最近思うんですよ。皆さんもねこう余裕が必要だなっていうことありませんね。えもうご飯作る時もさ、もう余裕ないとさ一品多く作れないじゃないですか。もうほんとねそんな感じ。でね家族が増えたこともあるからこそいっぱいいっぱいになるのは簡単だなと、もう常にね余裕を持ってねいろいろね動いていきたいなってね、自分の人生をね楽しむコツだなみたいな感じで最近そういう捉え方をしております。ぜひね皆さんもね、まあ、私みたいにパツパツ生きていらっしゃる方はいらっしゃらないと思いますけれど、アップアップね、そうそう、でもね今一度自分のために余裕ね、そういう時間をね考えてみてはいかがでしょうか。今日はですねメッセージをいただいておりますのでお読みしたいと思います。ようこさん、スタッフの皆さんこんばんは。あなたのカズさんです。ようこさんご出産おめでとうございます。先日放送を聞いてびっくりドッキリ、そして陽子さんがおしゃべりしている時に時々可愛い声が聞こえて微笑ましい限りでしたよ。しのんちゃんもお姉ちゃんになって嬉しくてたまりませんね、きっと。またクラウドファンディングもたくさんの人に応援してもらえてよかったですね。新しい CD の完成が今から待ち遠しいです。時々途中経過をこのラジオや SNS で教えてもらえたら嬉しいな。よろしくお願いします。では今回のリクエストはマイブルーデイをお願いします。この曲はコロナ禍になる前に陽子さんがあちこちでライブをされてた時に必ずと言っていいくらいよく歌っていましたね。おかげさまで私も歌詞を覚えてしまい、よく一緒に口ずさんでいました。大好きな曲です。またいつか生歌を聴ける日を楽しみにしています。陽子さんこれから子育てもお仕事もますます大変でしょうが、体調にくれぐれも気をつけてこの夏を乗り切ってくださいませ。それではごきげんよう。あなたのカズさんありがとうございます。カズさんびっくりさせてすいませんでしたねカズさんもねママさんですからね、もうこの気持ち分かってくださいますよね。もう女性ってさこう
なんていうの、欲張り、欲張りでいいと思うんですよね。欲張り最高でございます。ぜひね皆さん、私のこのハッピーパワーを受け止めてね、お願いいたします。そしてね、おめでとうって言ってくださるってね、すごく嬉しいね。シノもね、とってもいいお姉ちゃんでね、妹ののんちゃんにメロメロでございます。うちはのんちゃんのんちゃん言ってますから、どっちがのんちゃんかわからないみたいな感じでございますけれどもね、ぜひぜひこれからも家族ともども親子ともども皆さん応援、あったかい見守り、よろしくお願いいたします。マイブルーデイね、そうそう、ガールズトークからできた曲でね、今さ、こうガールズトークって、誰とできるんだ。まあ最近ね、こういろいろ講師活動とかもしておりますので、学生さんと話すときにはちょっとね、あ、これはガールズトークかなみたいなね、瞬間もありますけれども、なかなか同い年くらい同世代の方とはもうガールズトークとは言いませんね。女子会って言っても、痛いかな、大丈夫かなみたいなね、お年頃ではございますけれども、とはいえね、忘れちゃいけません、初心もだし、幼い頃の大事なこう敏感なね、アンテナ、心がこう感じるあの瞬間みたいなね、もういろんなことを忘れちゃいけないことをありながら年齢は重ねないといけないですよね。今日もね、可愛い声がね時々登場していると思いますけれど、皆さん、あ、そうそう、ボーリーを探せみたいな感じで、のんちゃんの声を探せてね、楽しんでくださいね。はい、ではリクエストいただきました、陽子でマイブルーデイ、お聞きください。涙もっと
ただきました曲は、ヨーコでマイブルーデイでした。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。のんちゃんも募集してますよって、私宛てにメッセージくださいってね。そうそう、では今夜、ゲストっぽいゲストを来てくださっております。ギタリスト、サウンドプロデュースでお世話になってる石です。こんばんは、石です。こんばんは。石さん、あさってね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。楽しみですね。楽しみですね、いつもねラジオ出てくださいって言ってスタンバってくださってるのに、陽子がちゃんと呼ばずにすみませんでした、ここんとこ。いえいえいえ、まあ慣れてますから大丈夫ですよ。そうですね。石さんね、今回はアコースティックライブですけれども、エレキギターもね、ピアノとエレキ、ピアノとアコギみたいな感じでね、そういろんなスタイルでね、はい、演奏してくださいます、はい、ぜひ楽しみにいらしていただけたらね。またね、はい、アコギがエレキになるだけでも全然違うし、そう、楽曲がね全然こう違って聞こえちゃう、うん、あでもずるいですね。私一生懸命歌ってこう届けたい、ああ届けたいって支援しても、後々ね録音音源聞いてみるとあんまり変わんないんですよ。だけどさ、ギターはさ、まあ、種類が変わるだけでっていうのはもちろんだけど、イッシーさんさ引き出しが多すぎるので、こんな感じで届けたいと思った時の表現の仕方が全く違うじゃないですか、うん、それはもうやっぱその場の雰囲気で、やっぱ生ものなので、うんうんうん、歌と一緒でこう体調によってギターも違うし、うんうん、なんかの音色も違って自分の中では聞こえるし、そうなんですね、うんうん、だからやっぱり、あ、そうだよね、ほんとね、そう、ママも頑張れと言われております。ぜひね、私こういう感じで歌いたいって思った時に、こう届けたいっていう引き出しをどんどんね、こうアコースティックライブを重ねることにね、上手になっていきたいなと思っておりますのでね、まあ、とにかくあさっては皆さんタオルを持参の上、フリフリタオルも持参の上ね、ボーナツ岬祭りに遊びに来てください。はい、石さん、そういえばね、夏ですけれども、はい、痩せました？痩せてるのかどうか自分では分かんないですね。やつれてはいないですよ。なんかやつれてはいない。そうそう、幸せそうなんですけれども、うん、ちょっと痩せました。ちょっと痩せたし、うんうんうん、焼けた。焼けた。あ、そうそう、もう最近ね、鹿児島もと、ね、そう、どこにいてもね、日差し強いんでね、もう焦げちゃいますよね、なんか、うん、私最近ね、魚焼き器のね、魚になった気分になる。あら、そう、焦げすぎちゃダメですよ。そうそう、まあ、ひとまずね、白いねって言ってもらってますけれども、もう痛いですよね、日差しが、痛いですね、うん、あとサングラスかけないと大変だと思う、皆さん。ぜひ目からの紫外線もね、体疲れちゃいますから、うん、そうですね、うん、ぜひ遮断してくださいね、うん、体のためにもね、うん、そうそう、お仕事でかけれないとかでも、運転の時とか特にね、そうですね、気をつけてください。皆さん気をつけてください。あと水分補給、うん、もうさ、私心配、石井さんが、うんうん、水分、あんま水飲まないかな。いや、あんま最近飲んでらっしゃいますけど、もともとさ、うん、アウトドア派じゃなくてさ、うん、俺はミュージシャンだから、ね、水も飲まねえみたいな。いやいや、水じゃなくて酒だぜ。酒だ。あ、そう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 、それはないです。ないですね、なかったですね。そうそう、ですけれどもね、皆さん冗談抜きで、うん、本当外に出る時には5分おきとかも常にね、うん、うん、これでもかってくらい。だってさ、いっぱい飲んでもさ、トイレに行けないんですよね。そう、体がどんだけ水を出しているんだと、うん、そう、皆さん ね気をつけてください。もうとにかく来年の夏は沖縄行きたいですね。行きたいですね、うん、FM ギノワンでね、そう、スタジオからバニラスカイをお届けしたいんでね、うん、ライブもやりたいですね。やりたいですね。そう、この間ね、沖縄の方に出会ったのでね、そうそう、いろんなところでね、ライブができる、こう種まきは私も鹿児島でしていますので、ね、うん、そうそう、ね、そう、なのでぜひ、もう今年は多分難しいかな。だから来年、ね、来年は行きたいですね。必ず行きましょう。もう来年行きましょう。もう行くって決めちゃおう、うん、来年は沖縄行きます。はい、なので皆さん、それまでに新曲もね、覚えていただき、こっちも発信し、音時間これからもハッピーハッピーに過ごしていきましょう。のんちゃん、ゲスト出演ありがとうございました。そして今夜もゲストっぽいゲスト、石、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、この1週間もバテないように、ご飯いっぱい食べて、いっぱい寝て、水分はもちろんのことね、コロナ感染症対策でマスクはしんどいかもしれませんけどね、もうとにかくね、体調
第一でお過ごしくださいませ。よくは皆さんの幸せも願いつつパワフルに歌い続けたいと思います。それでは皆さん1週間ハッピーでいてね。せーの、バイバイハッピー。